魔王が降臨し世界のすべてを蹂躙した。時空を歪め三国志の時代と戦国の世をめちゃくちゃに合体させた新世界を作り上げた。そしてあらゆる勢力に挑み全てを打ち破った。それでも魔王は戦を終わらせなかった。まるで己を打ち破る強者が現れるのを待つように。その魔王の名はオロチと言った。今一人の魔王がそれを見ていた。彼はオロチに抗う者をまとめ挑み打ち破ってやろうと決意した。今一人の魔王の名を織田信長と言った。豪民渦巻いて、オロチ魔王と呼ばれし者。諸君のみんなの仇を取らねば。いや、あなたは生きよ。この信長業を束ねて有無に問いに行こう。先の戦では世話になりました。拙者は寛平と申します。生き抜く覚悟はできておろうな。はい。わしはこう感謝。以後よろしく頼め。お主よく見ると曹操に似とるのは。曹操。乱世の勧誘と呼ばれる男じゃ。出立ちといい雰囲気といいそっくりや。曹操は死んだとされているが本能寺とかいう場所で様子を見た者もいるらしい。まあ奴なら自分の死の噂を利用して即をこしらえるぐらいわけないがの。世が分身ならばそのようなくだらぬ策は取るまいが。面白い。甲冑よ、この信長を案内せよ。死せる曹操に動かされる者ども見ものぞ。乱世の勧誘と評される義の主曹操。彼はオロチとの戦いで死んだと伝えられていた。しかしその曹操が実は生きていて本能寺に身を潜めているらしい。甲冑からその情報を入手した織田信長は早速本能寺へと向かう。信長が到着した時すでに本能寺はオロチ軍に取り囲まれていた。亡者の噂は少者を動かし、少者は停滞せし世を動かすか。この一戦信長が業を束ねオロチを滅す転機となろう。亡者聖者わしが難しくてよくわからんが。おお、噂を聞いてやってきたか。でも残念だったね。曹操さんじゃないんだよな。貴様は危険な男よ。毛徳と並び立つことはまずあるまい。亡者を求めなすことが見えぬようでは長中の男も鵜の前に現れぬ。無妙よ。ここで始末してやりたいところだが、俺はその亡者を探さねばならぬのだが、楽しみは次にとっておく。生きていたらまた会おう。捕らえた将を連れてきました。鵜村孫吾はこのまま落ちるか、それとも
抗ってみせるか。どういう意味を。意味は己に問え、存分に惑うがよい。全員釈放せよ。しかし捕虜は取らず戦力も増えずでは、この戦何のために。世界のほぼ全域を支配するオロチ軍に対し、オロチに抵抗する勢力はまとまってはおらず、各地で割拠していた。その中でも近頃台頭著しいのが趙雲軍、陸遜軍、夏侯惇軍、武田信玄軍、上杉謙信軍、そして織田信長軍であった。彼らは強大なオロチ軍に対抗するべく、独立勢力と連合、あるいは吸収し勢力を広げようとしていた。信長もまた九州で割拠する独立勢力を九州合併すべく軍を進めた。オロチは各地で有能な将を捕らえ配下にしていると聞きます。我が軍との戦力差は広がるばかり。少し危機感を持たれた方が良いのでは。ウヌは物事の表しか見ておらぬ。信長は裏を見る。裏？とにかく拙者は目の前の戦に全力を尽くします。俺はあんたに仕える気はありませんね。それにあんたに負けたわけでもない。現状は逆。ウヌは信長が側下にいる。あいつらが俺の軍略を採用していたら、まあ負け惜しみってやつですかね。ならば軍略を発揮できる場を与えようぞ。なんちゅう深い闇をたたえた目や。ちょっと惹かれるわ。これは好天の世を迎えるための試練。今は一時の屈辱を受けようぞ。恐れずともよい。ウヌらの命まとめて預かろう。兼続殿の話によると、謙信公も人材を集めオロチに抵抗しようとしているようです。信玄公も同じことを考えているとか。ここは両君と手を結ぶが良策では。その義に及ばず。三国の一つである呉の国は、君主孫権を人質に取られ、オロチの属国となっていた。九州で島左近を得た織田信長は、孫権に代わり呉を治めている孫策のもとへ、左近を送り届けようとしていた。渡り軍師である左近は、各軍の秘密に通じ、孫権が幽閉されている場所も知っている。オロチに不満を持つ孫策がそれを知れば、必ずオロチから離反し、それによってオロチ軍の一角が崩れるのを狙ったのだ。しかしその時、折悪くも左近の出発を阻むかのように、オロチの信長討伐軍が攻め寄せてきた。ま、あんたの考えてることはなんとなく見えてきましたよ。それは執着。俺の軍略も活かせそうだ。早速向かうとしましょう。信長様、敵襲です。オロチの大軍が迫っております。左近の門で盛大に祝うべし。七を突破し見送るとしよう。ぞ。さて、手間取ったが行くとしますか。小さい覇王さんのとこへ。存分に動かすがよい。オロチに対する抵抗勢力の巨海、武田信玄と上杉謙信が同盟を組んで軍事行動を起こし始めた。これを
各地に分散していた敵を一度に葬る好機と捉えたオロチ軍は全主力軍を集結させ出陣。ついに長篠の地で攻戦に入った。いかに信玄謙信が軍略に優れようとも数的に圧倒されており、全滅を免れない。しかし織田信長はこの方に接すると長篠に救援に赴くことはせず、馬首をオロチ軍の重要拠点関東に向けた。信玄謙信連合軍、長篠で前線するも壊滅、誠に残念じゃ。まるで両君は信長様のためにおとりになったみたいだ。もしや関東に急行したのは両君が信長様に託した思いを汲んで。この信長が長篠に行けば奴らはここに来た。それだけのことぞ。オロチの大遠征軍は長篠の戦いで勝利し、武田上杉連合軍を壊滅させた。だが重要拠点である関東を織田信長に抑えられているわけにはいかず、すぐに信長軍の討伐に向かった。しかし要衝関東を奪われた衝撃と長篠戦での消耗、遠征による疲弊などでオロチ軍の士気は大きく低下していた。信長はその動揺をつくべく繁盛で遠征軍を待ち受けるのだった。数は多い。さてどう見る。敵兵の戦意はなきに等しい。武田上杉との戦、孤立だったようだね。竜の爪、虎の牙は深く刺さったか。ウヌは何を望む。信長が打つは刃で見極めに来たか。見極めはせん。波動の偽物を破壊しに来たんだ。切れ。貴様の波動など見たくはない。この信長が器気に入らねば別の器を担ぐがよい。亡者から離れ勝者を見よ。こたびの戦で感じたであろう時代の器を。時代、あの男のことか。ウヌは器と対峙して進化を問う。ならば時代の器とも対峙せねばなるまい。関東と繁盛で連勝した織田信長軍はオロチ軍の戦力を大きく削いだ。一方島左近は孫策と接触、また繁盛で分かれた花崗豚は宗妃と接触。着々と信長の目論みは実現していった。ここに来て信長が勢力を超えた連合をなそうとしていることに気づいたオロチは奪起に信長を必ず滅ぼすよう厳命。奪起は残存兵力をかき集め大軍を編成、信長軍と五条原にて対峙した。申し上げます。オロチ軍の宗妃が葬儀を再興しオロチから独立。属国であった孫悟も孫策が反逆、混乱状態に陥っている模様です。刃の目、ついに花が咲き、オロチに刺さり始めたか。闘争の金はない。早きこと風の如しなってな。
走共にせよ。ならば行くかね。生きておったか。あいにくじゃったな。わし結構しぶといよ。オロチナキアとは戦場で会おう。存分に闘争を楽しまう。この三人が組めばオロチにも勝てるかもしれない。武田信玄、上杉謙信両軍の参陣もあり、五条原の戦いは連合軍の勝利に終わった。一方で信長の画策に助けられて、オロチの元を脱した総比軍や孫策軍も勝利を重ね、オロチ軍を追い詰めていた。オロチに抗う者をまとめ、オロチを打ち破る時が来た。魔王対魔王、信長とオロチの対決がオロチの最後の牙城コシ城で今始まろうとしていた。ようやく開幕ぞ。最後の戦、表示ようぞオロチ。切に願う。貴様らが強者であることを。これは始まりぞ。なるほど、これでは終われぬしな。しかり空気の読めない三人だっての。ほら、また戦するっての。怒っちゃうよ。始まるは戦にあらず。世を作り直さんとな。闘争。